はい、どうも、ジュンです。ニュースーパーマリオブザーズ2パート13やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド6進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド6の砦からですね。頑張っていきましょう。さて、もう今回早く進めればもうラスボス戦までいけるかもしれません。あ、下にあったぞ。待てよ、このスイッチを利用して、オッケー、まずは1枚目ゲット。ゲッチュしたのはいいことなんだが。ここはもうなんもないよな。はい、中間。ここはヒップドロップでも代用できるらしい。はい。わあ。これはマジのバーナーか。わあ、しかも、全部空ブロックだし。待って、ここら辺登って大丈夫だよな。はい、オッケー。これで2枚目ゲット。あれ、出口は？わあ、下までか。まあ、確かに帰るまでが遠足と言いますからね。わあ。待て。おい。おい。で、こう来て、しゃがむでしょ？あ、やべ。なんかあった。待て、もうここはダメージ受けよう。もうダメージ受けてまで行くしかない。ここは？あ、たった5枚かい。あれ、ここからは出られない。そう、ちゃんと登る必要があるんかい。あ、3枚目があったぞ。やっぱりここに行く価値あったんだ。オッケー。やべ。もう、こういうのがイライラする。はい。ということで、そろそろ、オッケー。素晴らしい。はい。なんでここにデカカロンがいるのかはわからないんですが。まあ、3枚のスターコイン集めれれば、これでいいでしょう。よーし、行きましょう。VV 戦。はい、いつも通り、めいめい泣いていますね。相変わらず、お元気のようだ。まあ、どんな形でも俺は、勝てるのよ。はい。ということで、これで、砦クリアですね。はい。やりました。はい、じゃあ次行きましょう。こっからですね。ワールド6の4。さて、6の4。もうここら辺。え？待って、マップが後ろにあるんだけど。はい、1枚目ゲット。でしょうね、俺はこういうの見逃さないよ。てか、なんでここお化け屋敷の BGM が流れてるの？不気味で怖え。あ、待って。カラス。なんでこんなとこにカラスいるの？待て。あれ？さすがにここら辺に2枚目のスターコインがあってもいいけどな。待て。ちょっと待ってくれ。さすがにここら辺なんかあるだろう。あ。あったスターコイン、これ何枚目だ？3枚目でしょうね。俺、そういうの分かってるんだよな。戻ろう。待って、どっかのブロックとか？待って、ちょっと戻るわ。いやー、ここで取られてもな。待って。ここは？あ、ない。ここ、あー。待って、どこ？本当に。待て、2枚目がマジわからん。え？だいぶ、マートまで戻ってきてる。いや、さすがにここまではないよな。俺の推測からすれば。
待て。より不気味さが増してるね、ここ。え、ここ下通り意味あるか？いや、ないな。あ、落ちる。どこだ？ちょっと待って。もう、心当たりが、ないんですけど。あ、やべ、大きくずれてしまった。やばい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 。中間からだとだいたい200秒しかないんだよな。え、どっか関係ある場所あるのか？いや、ここはさすがに関係ないだろう。どっかジャンプしてみればいいのか？だってここったら3枚目でしょ？待って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 、2枚目。マジでわからん。やばい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 。だいぶ前まで戻ってきてるけど。ないなぁ。どこ行ってもない。やばい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 。てかカラスがめちゃくちゃ元気だな。これは？いや、違うなぁ。待て、一旦落ちよう。そうして、後で考えた方がいいんだ、俺は。さて、もう、あんまり、俺ね、よくわからないんだよ。絶対ね、二枚目は、後ろの方、前にあると思う。とりあえず、ブロックとか見に行ってみたいんだけど、え？待って。マジでわからんな、俺は。待て待て待て。そこ？いや、わからんって。こんなん誰が気づくんですか。はい。これで2枚目ゲット。はい。いやいやいや、さすがにそこわからん場所にすんなって。さすがにそれはみんな困るでしょう。いて。はい、3枚目ゲット。え？待て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 。カラスがおるけど？待て、カラス邪魔。行って、そしてテレも邪魔。うわぁ、テレ消えた。はい、ゴール。旗はいまいちだけどさ。あ、待って、今回クッパ戦いけるか？正直あんまり、あれだけど。はい。まあ20分以内に収めれば大丈夫なんで。はい、じゃあ行きましょう。ワールド6の5。え、これは？わ、クッパの石像、仏像？まだ何も喋ってないのに。待て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 。鉄球もあるなぁ。わぁ。まさに、クッパ戦、マジかっていう感じですね、この舞台は。あ、そしてここは？ここなんか怪しいぞ。お、これは、スターコイン1枚目、やったー。はい、中間。ここは？お、コノハだ。けけ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 
球が落ちちゃった。待て、一旦切り替えよう。はい。てかこの炎はどうやって出ているんだろう。別に物理的な話じゃないんだけどな。オッケー、素晴らしい。けけ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 
旦このトゲ鉄球を落とそう。おい、シーソー。
ケーオッ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 ケー、これで3枚目ゲット。うわ、待って、よく見たらこれ飾りのものもあるぞ。ここ発射されないもん。はい、オッケー、ゴール。素晴らしい。はい、コースクリア。じゃあ、いよいよですね。いよいよ、クッパ城です。行きますか、今回。よし、じゃあ行きましょうか。ワールド6のクッパ城。ということで、いよいよ、最後の戦いですね。といってもまあまだ数字ワールドを攻略しただけなんですが、はい、ここはファイヤーか、お、この墓か。けけ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 、あぶね、あー、よかったよかった。待て、あ、待て待て待て、閉じ込められただと。けけけけけ、え、なんかあるぞこっち絶対。けけ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 、上じゃねえか、上にあった。待って、これ絶対気づくか、これ。あ、こっち自分で防いじゃったから、ここはこうやっていくしかないんですね。ちなみにこれはただの1コイン。待て、ここは、お、ワープキノコ、いて、やべえやべえやべえ。待て待て、でこう来て、おい、俺になったらこういうのはね、地下ブロックいらねえんだよ。待て、オッケー。でここで中間だな、中間、いやまだだな、まだでした。わー、オッケー、あぶねー。とにかく早く登るんだ。でけけけけけ、わー、ファイアバーまで登ってたんかい。オッケー、よし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 。あ、限度はここまでみたいだ。あ、ちゃんと限度は決めておいて助かりました。はい、中間、はい、出ました。ここでクーパーシーシュー、待て、うわー、敵か。このビームに当たったらダメなのか。これなんとかやり過ごせと。はい。けけ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 、あ、3枚目のスターコインあったよ。一旦こうして、おい、これで地下ブロックで取りました。でまたこれに当たらないように気をつけて、で P だな、はい、こうして、おい、いけー、 OK。クッパスキーシューが行っちゃいましたね。はい、じゃあ行きますか。ラスボスの扉が開かれました。よし、じゃあここで2回目の中間、ファイ、まあここは木の葉でしょ絶対に。待て、はい、けけ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 け、よし、じゃあ行きますか。はい、出ました、クッパー。よし、行くぜ。まあ本当はファイヤー持ってきたことが良かったかな。本当はファイヤーでやっつけたかったけど。はい、オッケー。まあ確かに俺、ニューマリオ DS では、あれだったんだよ。ファイヤーで倒したから。はい、オッケー。ん？そして、あ、おお、
ぱりこうなるのではないのだね。はい。よし。じゃあ行きますか。わあ。そして、クッパシーシュが現れた。お？ここでクッパシティシューが魔法をかけて、はい。おお。はい、お決まりのパターン。けけ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 。わあ、なんだ？わあ、手で攻撃してきてるんだけど。待て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 。はい。そっちには何もないと思ったら、なんかあったわ。待て。オッケー。よし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 。オッケー、陸だ。陸？いや、地面だな、これ。言うならば。はい。なんだ？おお、地面を温めたね。温めたのかこれは。はい。けけ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 。空振り。はい。やべ、危ねえ。ラスボス戦なんだから、せめてもう、行っちゃおうぜ。こんなんで。はい。また地面にたどり着きました。はいはい、またクッパがこんなことしてきたね。からのもう一回。よし。はいはい、真ん中また空振り。なんかちょっとこういう仕草が欲しかったんだよね。はい。もうこの BGM 豪快だったってことは、もうここいよいよラスト局面だと。けけ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 。はい。OK OK OK OK。素晴らしい。はい。お。そしてここ確認したら、うおー。やっぱりスイッチを設置した上に、こうなるのは当たり前なんだね。はい。ということで、これでクッパ城をクリアすることができました。素晴らしい。よし。いやー、本当に良かった。はい。これでなんとかワールド6もクリアしたということで。もうこれでとりあえず数字ワールドはコンプリートということでよろしいか。はい。いやー、いいね、やっぱり。はい、ということでニュースーパーマリオブラザーズ2ということで、ニュースーパーマリオブラザーズ2、これでまずはエンディングまで行くことができました。ということでね、まだまだね、次はね、隠しワールドやっていきたいと思います。特別なワールドですね。隠しワールドは全部で3ワールドあって、なんだろう、ワールドキノコと、ワールドフラワーと、ワールドスターがあるんで、まあ、ワールドスターに関しては、まずワールド6をクリアしないといけないので、とりあえずまずはね、そちらをね、優先させることにしました。まあ、ここら辺もね、なんだろう。まあ、一応なんだけど、まあ一応俺にと、今回ニューマリオ2にとっては、あんまりね、更新頻度はね、あんまりね、そこまでね、ついていく感じではなかったんだよね。まあ正直言えば今回には、別に俺にどっちもいいという感じだった。はい。まあ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 。それがね、俺のモチベーションなんで。待って、後ろ見てみたらこれ大変なことになってるな。
はい、そしてここからコインが巻き上げてきました。これ、このスタッフクレジットはニューマリオ Wii のアレンジですね。まあ本当にニューマリオ Wii さながらのね、アレンジになっているんでしょう。ちなみに俺、ニューマリオ DS とニューマリオ Wii とニューマリオ2やってきてるんですけど、実はそのスタッフさん聞いて、実はね、俺過去に遊んだことあるんだよね。で、ニューマリオ U に関してはマジで一回も遊んだことない。まだ買ってすらもないので、まあこの夏休みでね、ぜひニューマリオ U とあとニュールイージ U ね、頑張りたいと思います。まあそしてね、この秋にはあのスーパーマリオブラザーズワンダーもね、発売されますから、もちろんね、これやりますよ。これはもしかしたら発売日にやるかもしれないです。まあ発売初日にあげれるかはわからないけどね。まあその時に関してはまあまたね、更新もねしていければなと思っております。まあとりあえずまずはね、ニューマリオシリーズ完全クリア目指していきましょう。とりあえずね、ニューマリオ2が終われば次はニューマリオ U なんで、なんとかニューマリオシリーズ全部やりきっていきましょうか。でもね、難しい作品は何なんだろうね、この中だったら。まあその中でもね、個人的にも結構好きなんだよね、ニューマリオシリーズっていうのは。だって初代のニューマリオ DS ってもう17年前のゲームですよ。やばすぎるって。だって実際の10年前のゲームってスーパーマリオ 3D ワールドだからね。はい、ということで2012任天堂、もうこのゲームも11年前か。はい、ということでジ・エンド。はい、はい、スターワールドが出現しました。はい、セーブしました。タイトルに戻ります。マップ画面のポーズメニュー、セーブするでいつでもセーブできます。はい、これで、はい、今星一つですね。そう、俺ね、完全クリアしてセーブデータ持ってるんで、これね、あれなんだよね、今星5つの状態をキープしてるんで、よし。じゃあ、こっから先は次回ですね。じゃあ、次回からね、またね、次はね、特別な裏ワールド攻略していきたいと思います。とりあえず、まずはね、あの、ワールド1の大砲から、ここね、結構すごいんで、ぜひね、そちらの方もよろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。